テレビ東京系音楽特番テレ東音楽祭2023課から思わず歌いたくなる最強ヒットソング100連発が6月28日午後5時30分から午後10時24分まで約5時間にわたって生放送されることが決定した今年も人気グループ時代の国分大地が総合 MC を務め番組を盛り上げる応援隊長 にはトラビスジャパンが就任した。写真、ンジャニエート、キスマイ、坂道、B、ファースト、出演アーティスト第1弾2代目の、テレ東音楽祭応援隊長に起用されたトラビスジャパン生放送当日までの間、同局レギュラー番組にメンバーが続々出演。さらに SNS などを通して、テレ東音楽祭の魅力をたっぷりと発信していく。 活動については番組公式 SNS にて随時告知される。合わせて第1弾出演アーティストも発表。今回は新しい学校のリーダーズ、あの、今瀬、エンドリケリー、斎藤幸、酒井のり子、篠原涼子、リーン・藤岡松本栄子が初登場する。総合 MC、 国分大地今回もテレ東音楽祭の総合 MC を務めることになりました。ここ数年、制限された状況の中でしたが、今年で10年目を迎えるということで、これも番組を愛していただいている視聴者の皆さんのおかげです。生放送に向けて番組スタッフと、どんな音楽特番が今の時代に求められているのかということを楽しみながらディスカッションしています。 当日はさまざまなアーティストの思いがこもった熱いパフォーマンスを視聴者の皆様にお届けするお手伝いができたら嬉しいです。星俊一プロデューサーテレビ東京の開局50周年の時にスタートしたテレ東音楽祭ですが来年の2024年はテレビ東京の開局60周年なのでもう少しで丸10年になります。番組が始まった当初は J-POP の大型音楽特番がなかったので手探りの状態でしたが国部さんをはじめ番組にご出演していていただいた歴代のアーティストさんのお力でここまで続くことができました。テレビの音楽番組でしか届けられない音楽感動を今回もお届けできたらと思います。出演アーティスト第1弾、50音順、新しい学校のリーダーズあのいませ AKB48 エンドリ・ケリー、OCHA、ま、ノルマ、カンジャニ・エイト、キスマイ・フットツーコメコメクラブ、ザ・ランページ、斉藤幸、酒井のり子、大阪四十六篠原、良子、ジャニーズ、ウエスト、湘南の風、スキマスイッチ、セクシーゾーン、ディーン、藤岡、トゥエ2 0 t スセンチュリー、トラビス・ジャパン、二自由ニュース、乃木坂46、ハイハイ・ジェッツ、スハイハイ・ジェッツ、ジャニーズ・ジュニア。B、ファースト、日向坂四十六ファンタスティックス、松本緑黄、英子力、王食、社会、リル、リーグルなし。